おーい、こっちこっち。お前はほんと鈍感だよな。気づくだろ、普通。うん、用なら帰国の手続きをしないといけないとかで職員室に行ってる。先に食べててって。めちゃくちゃ不機嫌そうだったけどな。確かにいつもの倍は不愛想だったな。この世の終わりみたいな顔してたし、飯食えないくらいで大げさだっつーの。なあ、俺さ、陽が帰ることを寂しく思うなんて思いもしなかったんだよな。なんだよ、いきなり。いや、なんつうか、最初はなんだこいつってマジムカついたけど、あいつのことを知ってくうちにさ、いつの間にか4人でいることが当たり前になってんだよ。俺もそうだよ。陽がいなくなるのすっごく寂しいけど、でもさ、俺たちがそう思ってるってことは、陽はもっと寂しいと思ってるんじゃないか。一人で帰国するわけだろ。そうだよな。何かって思い出作りみたいなこと？ああ、それいいじゃん。お前もたまにはいいこと言うな。いちいち怒んなよ。ストップ。今は言い合いするとこじゃないだろう。でもお前の意見には俺も賛成だな。でもよ、何してやれば要は喜ぶんだ。要って言えばやっぱりご飯だよな。でも、鈴谷が料理して食わせるだけじゃ、三人でって意味がないからな。おお、それいいな。そうと決まったら、いつにしようか。やっぱサプライズがいいから、陽が帰国する前日が良くないか？ああ、いいな。料理は任せてくれよ。めっちゃくちゃうまい料理作るから。セッティングは俺に任せろ。超いい場所探しとく。ああ、約束。カナタ、ポロッと言うなよ。任せとけって。ワクワクすんな。
当たり前だろ。もう絶対感動させてやる。よし、みんなそこまで。各自レポートにまとめて提出するように。以上、解散。観測できたか？本当か？ほら、二人とも帰るぞ。よ、帰ろう。ん、お腹すいた。要はそればっかだな。たくさん頭使ってるからね、誰かさんと違って。お前、よし、今日の授業はこれで終わりだ。トモエ、お前は居残りな。え、どうしてですか？みんなどうしたの？トモエ、明日フランスに帰るから今日が最後の授業だろ。これ、俺たちみんなから。これ、僕にくれるの？俺たち全員から選別。短い間だったけど、トモエと過ごせて楽しかったよ。トモエとナナミの漫才見れなくなるのは寂しいな。また日本に来るんだよな。
その時は僕たちにも顔を見せてくれよ。トモエの食いっぷりは見ていて元気が出たよ。さすがに真似はできなかったけどな。みんな、みんなにここまでしてもらえると思わなかったから。よう、どうしたんだ。よう、嬉しい時は素直に喜べよ。何我慢してるんだよ。ウィ、みんなありがとう。フランスに帰ってもみんなのこと忘れない。たくさんの思い出をありがとう。俺たちも巴のことを忘れないよ。あ、大切な仲間だからな。フランスに帰っても元気でやるんだぞ。あ、でもすぐにアメリカに行くんだっけ。食べ過ぎて太らないようにな。うん、みんなも元気でね。泣いてるの？泣くなよ。ほら、ハンカチ。まったく、お前は泣き虫だな。お前泣かせんなよ。俺まで釣られるじゃねえか。おいおい、彼方もか。まったく、手のかかる幼馴染だな。ハンカチ3枚用意しといてよかった。悪かったな。でも助かる。サンキュー、スズヤ。用の分だよ。僕は泣かないよ。無理するな。目が赤いぞ。ハンカチ一応もらっとく。俺も、なんだか投げてきた。トモエ、絶対俺たちのこと忘れんなよ。日本に来るときは清月学園に遊びに来いよ。あっちに帰っても俺たちはクラスメートだからな。メルシー、すごく嬉しいよ。みんなのこと絶対忘れないから。君たちと同じクラスになれて僕は嬉しかったよ。
よう、開かせるんじゃねえよ。俺も人のこと言えないな。鈴谷、彼方、僕はこれから天文の研究に取り組むことになる。みんなが天文を学んで星に関わる仕事に就くなら、いつかどこかでまた会えると思う。だから別れるのは寂しいけど楽しみでもあるんだ。また一緒に星を見上げることができる日が来ることを僕は今から楽しみにしているよ。短い間だったけど、みんなと同じ時間を過ごし、一緒に星の勉強できたことを嬉しく思います。本当に、ありがとうございました。トモエ、待ってろよ。僕も天文学者になってやるからな。俺は天体望遠鏡を開発するつもりだから、その時は使ってくれよ。俺は天体にまつわる本を書くんだ。その時は相談させてくれ。ウィ、楽しみにしているよ。ごめん、待った。そんなの全然気にしないで。君に呼ばれて嬉しいよ。で、どうしたの？準備は完璧。でも忘れ物したら、それを理由に君に会えるかな。どうして？そっか、そうだね。
それにこれで本当にお別れってわけじゃないから。うん。ねえ、ところでこれどこかに向かってる？何か様子おかしくない？どこに行くの？到着って。お、やっと主役のご登場だな。待ってたよ。ほら、早くこっちに来いよ。あれ、二人とも何してるの？遅いぞ、待ちくたびれた。こんなところにみんなで集まって何するの？は？お前も案外おバカだな。陽の送別会に決まってるだろ。あ、そんな、全然気づかなかった。当たり前だろ、内緒にしないと楽しくねえじゃん。さあ、ご飯が冷めるぞ。ヨウの好きなものばっかり用意したから。そうだ、みんなありがとう。嬉しい。喜んでくれてよかったよ。大成功だな。よう、いつまでもそこにいないで、こっちに来いよ。あ、うん。ささ、ヨウ君、一杯お食べ。カナタ気持ち悪い。ま、悪かったな。はいはい、いつまでもじゃれてないで、早く食べなさい。はい。おい、お前さっきからそればっか食ってんじゃねえよ。いいじゃん、これはスズヤンが僕のために作ってくれたんだから。カナタにそんなこと言われる筋合いないと思うけど。お前、いつまでたっても腹立つやつだな。だいたいこの場所を選んだのは俺だ。うん、ありがとう。心がこもってない。さっきは泣きそうだったくせによ。は？いつ僕が泣きそうになったの？言えてる。だけどそろそろ止めなきゃな。
なあ、せっかくの送別会なのに二人は喧嘩だよ。やっぱりもうご飯作らない方がいいのかな。つうか何言ってんだよ鈴や。俺たち喧嘩なんてしてねえしな。うん、僕たちは進め合ってたんだ。これが美味しいって。それじゃあ俺たちの気のせいか。当たり前だろ、俺たちめちゃくちゃ仲いいから。やっぱり進歩ないな。お腹いっぱい、もう食べられないよ。要は本当によく食べるからな。バーガー、最後なわけねえじゃん。いつでも見上げられる。実際こうして顔は合わせられないけど、フランスも日本と同じようにこうして空が広がってる。このずっと先にフランスの空があって、夜空で俺らはちゃんとつながってる。だから要はフランスで、俺たちは日本で、場所は違っても見上げる夜空は同じだ。カナタ、ロマンチックだな。え？あ、いや、だから。ほんと、カナタはロマンチストだね。だけど、大事なこと忘れてない？国境を越えるわけだから時差が出るんだよ。日本が夜の時はフランスの空はまだ明るいよ。お前らな、人がせっかくいいこと言ってんのに。ま、そういう考え方嫌いじゃないけど。俺もカナタの言う通り、俺たちは離れてもちゃんとつながってる。寂しくなったら空を見上げる。そうすれば僕たちは一緒でしょ。そういうことだ。うまくまとめたな。
前いいとこ持ってくなよ。ありがとう。本当に3人に出会えてよかった。バーガー、似合わないこと言ってんじゃねえよ。さっきロマンチックなことを言ってた人に言われたくない。うるせえな、ほっとけ。それだけ仲がいいっていう証拠だよ。違う。僕、ずっと忘れないよ。三人と過ごした時間や思い出、ここで見上げた夜空の色や星がすごく綺麗だったこと、ずっと忘れない。本当にみんなと出会えてよかった。